ライカエジソンで、マドイストレートサークス初回版お帰りいただきありがとうございます。リカオンです。イエーイ。そうですね、今回はねミニアルバムなのに10曲も、収録しちゃってとてもボリュームが出すぎたわけなんですけど、それでもミニアルというわけでね、はい、僕らもね当初は7曲の時だったよね。いや、この3曲、どうしても見たくてね、まあ、わがまま見ちゃって10曲になっちゃったんですけど、でもそれだけ伝えたい曲がね、入れたい曲があったからね。そうだよ、ね、うん、その思いをしっかりと受け止めてマドストレス高す、堪能してください。はい、そんな感じで、今日はね、曲の話はね雑誌で書く媒体でねいろいろ話してるんで、ここで曲の話をしてもさあまり意味がないかなと思い、そして僕の趣味をちょっとね話そうかなと思うんですけど、どの趣味がいいですか？宇宙、車、で猫、ダーツ、カレー、はい、カレー、カレー、カレーって言ってるやん、お前カレーって言ってるやん、うん、カレー、ココイチ嫌いでしょ？嫌いじゃないけど好きじゃない。好きじゃない、普通、普通、多分ね、見てるね、ここもね、ココイチ食べたことないって子多分きっとあんまいるかもしれない、うん、めちゃくちゃいると思う。でも一度食べてみてください。こんなにうまい食べ物が地球上に存在したのかっていうね、もう感動しちゃいますよ。もう涙で前が見えなくなりますよそれ、あれじゃない、辛すぎてるでしょ？いや、違います違います、本当に汗とかがもう垂れてきてるでしょ。汗かもしれないけど、もう本当にもう感動、感動したでしょ。じゃあまあ、それは感動したけど、そのゆうきがココイチで頼むカレーっていうのは、うん、俺はちょっと理解できない部分もあるんで。どう？ココイチは好きだよ、すごい、うんうん、まず、辛さ、辛さね、うん、大体まあ俺は1からでちょっと辛くて食べやすい感じかな。何から？俺はでも俺意外と3からだね。別に全然10から、この間5から食ってるそうね、5からとかもう気分でちょっと あ今日はちょっと刺激欲しいなって時は5から行くし、うん、10からまでも別に普通に食べれる、うん、うん、10からでも別にね、気分でね、うん、ただまあちょうど10辛まで行っちゃうと、もうココイチの味をもう楽しむどころか、もう辛いだけしかないんで、別に平気食べれるんだけど、その辛さしかないからさ、ココイチ来た意味は気持ちいい、うん、そうだから5辛がちょうどいいバランス取れてるんですよ。ココイチのカレーの味も楽しめるし、辛さも楽しめるし、ね、もう一個ある。何？量だ、量。まあ俺は多分その他のメンバーもだいたい一般的な 300g っていうのを、うんうん、食べれば満足して帰れるんだけど、まあね、うん、どれぐらい食べる？俺はいつも決まって 500g ですね、うん、でもね、それだけ食べないともう満足できない。もう次いつ食べれるか分かんないじゃん次いつ食べれるやん食いたい時。いやでもライブ終わったら毎日でも死ぬかもしれない。まあその可能性はある、うん、だからもうせめてもうそれ毎回ココイチ食べるたびに俺は人生最後のココイチだと思ってもう食べてるから、うん、だからもう悔いを残さず食べてるわけ、うんうん、悔い残してるでしょ。残してる時もあるかなでしょ。イチローなんて残しまくりでしょ、うん、ココイチ好きじゃなさそうだもん。俺イチローとココイチ行こうよって誘うといつも嫌そうな顔するからさ。カレー自体がね、カレーにね、辛いのが苦手なの。外食カレーってなんか家で食えるって思っちゃうんね。違うじゃん、ボンカレーとかさ。俺一緒や、俺からクレーカレーとかさ一緒一緒一緒、いくらでもなんない。違うが全然多分頼むメニューがダメなの。まず何、ポークソース頼んでるでしょ。まあ普通のやつでしょ。ポークソースでしょそれ、うん、ビーフソース頼みなさいビーフソースのチーズミックスとか、ココイチ、ザ・ココイチの王道カレーを一回食べてごらん。王道カレー、あと何もトッピングで揚げ物とか乗せちゃダメです、うんうん、あれはもう邪道ですからね、うんうん、
まあなんかメニューを制覇したいっていう人は別にいいと思うよ。だからココイチ好きならもうビーフカレーのチーズソース、チーズソースじゃないな、チーズミックス、チーズミックスね、トッピングチーズね、トッピングチーズで行かなきゃダメですね。わかりました。それを食べてからなんか行って。はい、わかりました。はい、はい、って言われぐらいでもいや今この話出たらココイチ食べたくなってきたなと思って。でしょ、うん、うん、ココイチ行くか。行くか。うん、でもココイチは好きや、うん、うん、みんなも、みんなも一度ね、ココイチでね、ビーフカレー、チーズミックス食べてみてください、ね。はい、きっと感動してね、あの、リカオのユキさんは素晴らしいなって思うと思う。わかった。なので、10月6日にね、あの、マドストレートサーカスっていう、ね、タイトルで CD 発売記念のワンマンが控えてますので、はい、そちらの方で、この10曲含んだこのマドストレートサーカスをね、僕らと一緒に、堪能していただきたいなと。悔いを残さずね。悔いを残さず、うん、はい、はい、もう刺激満点な感じで。そうだね、うん、行こうと思うんで。400人入れたら何、こう一のまさか食べれるとかいうカンペがココスでした。はい、ね、ココイチはもっと上がんとね、食べれないということで。いや、余裕で。はい、余裕でしょ。その日の後には多分勝手に僕一人食べちゃった。また彼の話を持ってきて。まあ、あの10月の6日、待ってるんで、はい、うん、絶対に来てくれると僕は信じてます、はい、だから、君のね、このマドストレートサーカスをね、あの聞いてくれた、その素直にさ、なんかライブで楽しいなって思える、すごいなって思える感動をね、与えたいんで、僕がココイチ初めて食べた時みたいな、うん、だからマドストレートサーカスを聞いてかっこいいなって思った、その感動を超えるような感動をね、あのライブで味わわせてあげたいんで、ぜひ足を運んできてください。それでは、ライカイソンでお会いのあなたに、ね、ミナルアムを買っていただきありがとうございました。リカオでした。Thank you.